わしのファイトクラブに何しようやお前ら。はい、こんにちは。今回はバラエティ番組でヤンキーを次々と叩き出す竹原慎二さんがボクサーとしてどれだけ強かったかを解説いたします。デビューから半年後に東日本新人王に輝き、その2ヶ月後には全日本新人王に輝きました。さらにデビュー2年5ヶ月後に日本ミドル級王座を奪取し、3度防衛して日本王座は返上します。日本国内に敵がいない竹原選手、16戦目で OPBF 東洋太平洋王座に戴冠し、同タイトルを6度防衛します。距離感が抜群で、左ジャブ、右ストレート、左ボディと全てのパンチが強力なので、東洋太平洋では敵なしの無双状態でした。23戦全勝で順調に勝ち星を重ねた竹原選手は、ついに世界ミドル級タイトルに挑戦するのです。ミドル級という階級は歴史があり、レベルが高く、未だかつて日本人は挑戦すらしたことがない未踏の地なのでした。竹原選手がターゲットにしたのはWBA 世界ミドル級王者、98勝4敗、2引き分けの、文字通り100戦錬磨のホルヘ・カストロなのです。また、カストロは竹原選手との試合の後、レジェンドボクサーのロベルト・デュランを破っております。前評判では100戦を超える王者カストロが圧倒的に有利、日本人はミドル級では無理という固定概念も加え、それまで竹原選手を支援してきた TBS でさえテレビ中継しなかったのでした。やはり100戦連までもやっぱり舐めると怖いですね。3ラウンドにダウンを取った竹原選手は、その後距離を取るのではなく、打ち合いの強い王者と真っ向から打ち合います。竹原選手の強烈なパンチをあれだけもらっても、100戦錬磨のカストロは牛のように前に出ようとします。
7ラウンド、8ラウンドとスタミナ豊富なカストロが反撃をしますが、竹原選手はカエル飛びをする余裕がありました。KO で勝つことよりタフで打ち合いの強い世界王者と12ラウンド打ち合ったのが嬉しかったと竹原選手が言っておりましたが、まさにそう感じる試合です。ジョッピーは当時21勝 17KO1 引き分け、そして後にロベルト・デュランを KO したとても強いボクサーです。ジョッピーの特徴は左ジャブを中心に出入りが巧みで距離感がありスピードがあるボクサーです。竹原選手はカストロ戦後左目に異変が生じほとんど見えなくなっており、スパーリングなどができない状態でジョッピーとの試合に臨んだのです。片目が見えない状態の竹原選手には出入りが巧みでスピードのあるジョッピーは非常にやりにくい対戦相手なのです。1ラウンドにダウンを奪われ片目が見えない状態の竹原選手、ジョッピーに対し打ち合いを挑みます。7ラウンドに竹原選手が乱戦に持ち込みペースを奪いかけましたが、9ラウンドにジョッピーがスピードのある連打で竹原選手を捉え、壮絶な戦いに終止符が打たれます。引退後ですが、フィットネスジムをオープンしたり、テレビ出演などされておりましたが、2014年に膀胱がんが判明しました。一時、病状が悪化しましたが、手術、抗がん剤などの治療を経て、幸いにも回復が見られ、2015年より
ジム運営、タレント活動も再開し、 YouTube 等で元気な姿が見られるのは本当に喜ばしい限りです。